今夜だけはゼロカロリー自分に甘くて何が悪い 2.14 デートはねえよ一人で取りまチートデーだよご自愛しましょバレンタインのせいにして着ていくドレスがないのならチョコをまとえばいいじゃない真っ赤なガーナで着飾って私だけのスイートドレスとびきりのおしゃれで出かけよバレンタインのせいにしてあげるなんておこがましい勝手に捧げる推しへのチョコ痛いそんなの気にしないあなたと一緒にいたいだけ思いを届け次元を超えてバレンタインのせいにしてガーナの裏技教えてあげるひっくり返して温風当ててじんわりとろーりデコっちゃえ今年はドライヤーでドライヤーこんなに可愛くて大丈夫そうバレンタインのせいにして平日なのに昼間からゴロゴロ有給取っちゃえバレンタインみんな働く僕この手いたらく漫画にゲームにやり放題背徳感でチョコもうまいぜバレンタインのせいにして好きな人への思いを込めてハートをぶち抜け板チョコに思いと熱が伝われば割らずに射止められるはず本当の愛か試してみないバレンタインのせいにしてありがとうございますありがとうございます毎年欠かさずチョコくれるそんな女性が一人いる今年はマサチョコオンリーワンいつもは言えない照れ隠し素晴らしいですね 2.1439 母ちゃん、はい、バレンタインのせいにして母さんですあら遠距離始めて今日で1年そろそろ寂しいそっちはどう君の家まで214キロ溶かしてしまおう距離なんて今から行っちゃおうサプライズバレンタインのせいにしていろんな赤のお洋服を着ることができたり一つはガーナのこの紙で作ったドレスとかもあってすごい皆さんの時間をいただいて素敵なものできてるなと完成がとても楽しみですあ、私はチートデイです。毎日食べるのも食べるんですけど、こうやっぱり今日我慢できないっていう日にわーっと食べるとさらにこう甘いものっていいなって感じるというか、チートデイって言いながら結構な頻度で設けて甘いものをたくさん食べる日はあります。あ、今日ろうそくのケーキがあってふーって消す大きなケーキがあったんですけど、そのチョコレートケーキがすごく美味しそうだったので。いっぱいガーナチョコ買ってこう溶かして混ぜてとかしながらなんか手作りで大きなホールケーキとか作ってみたいなって思いました。小学校か中学校の1年生ぐらいの時に米粉がすごい流行ったんですね。でクッキーとかの中にお米を入れたら絶対美味しいんじゃないかと思って生米を入れたらすごい完成したらやっぱ米って炊けなくてなんか歯が折れそうなぐらい硬いクッキーができておばあちゃんとかにあげたけど誰も食べてくれなかったよっていう悲しい思い出があります。私はもうめちゃめちゃ頑張って食べました。買ったと思いながら歯折れそうになりながらめちゃめちゃ頑張って食べました。もうそれからちゃんとレシピは見なきゃいけないなと思って次作るんだったら、まあ、ちゃんとなんかふわふわ系のチョコレートケーキとかにするんだったら米粉を買わなきゃなって生米からしちゃいけないなって思いました。楽しかったです。なんか最初は、まあ、浜辺さんとも撮影違ったのでなんか一人で寂しいなと思ってたんですけどやってみるとそのこうちょっとリズムに乗りながら言ってたりとかなんか意外とシュールなお芝居してて普通に笑いましたし、楽しくやれたなっていう感じですね。有給ですね確実に。おお、壁的にゲームして漫画読んでみたいなもう完全に俺じゃんみたいな感じだったんで当てがきかなってちょっと思ったんですけどまああれはやるでしょうね。僕もバレンタイン有給取ってなんか僕がもう学生の時とかってあんまこう女子が男子にあげるみたいなのってそんなになくてどっちかっていうともう友チョコみたいな感じでなんか女子同士でこう自分で作ったものとかをこう交換こし合ってみたいな感じだったんで僕は結構
もらいに行ってましたけどね、その女子たちからもらえるんですか。なんか結構余ってるのいっぱいあったっぽいんで、結構もらって食べてましたね。まあ何度かありますよ、それはもちろん。小学生ぐらいの時はもらったことは。でもやっぱ嬉しいですね、それもらうとね。当日になるとすごいそわそわしちゃうじゃないですか。机の中に入ってたらどうしようとか、帰りがバッグの中入ってたらどうしようとか、まあ、入ってるわけがないんですけど、やっぱそういうのこう想像してすごいこう悶々としちゃうんで、もうそういうのはもう一回もう開き直って自分からもらいに行こうっていう感じでしたね。今回ですね、素敵なバースデープレゼントをご用意させていただきました。お、なんだろう、はい、楽しみだ。お願いします。おー、すげー、特製ケーキになってます。お、すごっ。よいしょ。迷わないタイプですよね。そうですね、あのやっぱ迷いはね、この筆跡に出ますからね。よいしょよいしょ。コロナ前とかはそれこそ撮影現場でお渡しとかされてましたか。手作りを渡すことはなかったかもしれないですね。あのガーナチョコさんに後ろにメモ帳を貼ってこうコメント書いてみたいなのが多かったですね。はい、できました。ハッピーバースデー、バイベー。ベー吉沢さんと、はい、こう名前呼び合う機会あんまないんですけど、まあ南も違うし浜辺もちょっとまあ距離感があるかなと思って中間を取ってベーにしました。ベーベーって呼んでくれたら嬉しいなって本当。ベーちゃん、吉沢さん、お誕生日おめでとうございます。すいません、2月は舞台なのでお忙しいと思いますが、28歳としての抱負を聞かせてください。これからもお体にはお気をつけてお仕事頑張ってください。浜辺美波でした。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ベイちゃんって呼んでっていう割には吉沢さんって言うんですね、彼女は。ちょっと寂しかったですけどね、なんか。いやでも嬉しいですね、こんな。浜辺さん、いや、ここはバレンタインのせいにしてベーちゃんと呼ばせていただきたいと思います。今回は作っていただいてベーちゃん誠にありがとうございます。質問いただいた28歳の抱負としてはですね、まあ本当にまあそろそろいい大人になっていくんだなということで、もうちゃんとね、まあ仕事の面もプライベートの面も充実させて、まあ、人間としてちゃんと成長できるような年にしたいなと思っております。ベイちゃんもお忙しい中お体に気をつけて、今後も一緒にですねガーナを盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。